皆様こんばんは、いちたまです。今週の SAD になります。はい、今週はこんな感じですね。水やりは明日やろうかなと思ってますね。はい、第3弾は前回のいいね数が15件足りなかったんで、このまま管理していこうかなと思っております。でも本当時間がなりましたよね。これが到着した時はもうちょっと細い細いやつだったんですけど、はい、こっちも撮りましたね。やっぱどっかの YouTube でされてる方がやってたんですけど、そのサイズ、ノギスとかでサイズ測った方がいいですかね。そっちの方が分かりやすいでしょうか。もし測った方がいいよって声があれば、いいね実験あれば取り入れようかなと思っております。だいたい大きくなってるのはわかるかなと思うんですけど、こんな感じで今週はやっております。たまにはね、こうやって光をまんべんなく当たるように、ここちょっと南向きのベランダではあるんですけど、ベランダなんでね、直接直射日光が来るかといえば来ないこともあるんで、やっぱり角度がつくかなと思うんでね。ちょっと焼けてんのかな。すごいですね。すごいバンド幅。いやー、太いのが出てきそうですね。ちなみにですけど、ちょっと、チラチラ、ライトがつくんで、隣空き家なんですけどね。ライトがつくんですよ。なんでですかね。センサーライトで多分、電気払ってないと思うんですけど、止まってるはずなんですけど。あ、チカ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 ついてるんですよ。人がおらんなって5年くらい、もう老朽化でこのままアパートなんですけど、もう潰す予定なんですけど、持ち主が許さないことになってて、なんかライトがついたり消したりするんですよね。よくわからんですけど、変な人が住み着いてなければいいですけど。ということで今週の SAD になります。近々予定している公開予定のある動画なんですけど、中山フラワーハウスさんにお邪魔しておりました。その時の動画、結構パーキブスを重植えしたりとか、デルカリーを重植えしたり、いろんなアガビを重植えしたりしているとこで、もともと観葉植物とか熱帯植物のハウスなんですけど、そこで大きいハウスが、愛媛で唯一の植物園っていうとこがあるんで、そこを取材してきましたんで、見ていただけたらと思うんですけど、今週末、5月25日、26日、土日ですね。もし、可能であれば、お越しいただけたらなと思っております。普通の月末ですからね。ゴールデンウィークとかだったら、まだ帰省されてる方とか、旅行されてる方おられたかなと思うんですけど、近隣の方は、足をお運びいただけたらなと思います。高知のエリオクエストさん、ケープバルブとかを育てられてる方ですね。その人と、あと、花森家っていう、元気なお姉さんですね。メガネの元気なお姉さん。と、あと、ポトスの長谷川園芸さんが来られるそうなんですよね。僕ちょっと、お会いしたいなと思ってるんで、行けたらなと思ってるんですよ。取材当時は全然知らなかったんですけど、コロナとかインフルになって、YouTube をよく見てたんですよ。そしたらおすすめに上がってきて見るようになって、なんだこの人はと思って見ておりました。なんで、もし、ご予定なければ、はい、皆さん、お越しいただけたらなと思っております。いちたまも25初日の土曜日に行く予定ですけど、もし仕事が入ったらでもちょっと来年にしようかなと思っております。来年その方が来られるかは怪しいですけど、今年は1回だけということなんで、また来年ですね。今回は逃してしまえば、なんで予定が仕事がなければ行きたいなと思っております。はい、ということで近日公開ですけども、上げてたら申し訳ないですけど、フラワーハウスさんの動画を見ていただけたらと思っております。はい、すごいハウスです。
多分愛媛の方だったら、愛媛近隣の方だったら海に行かれたこともあるとは思うんですけど、なんか今リニューアルされて中身の植物が変わってるらしいんで、どんなジャングルになるのか楽しみではありますね。はい、ということで今週は SAD こんな感じでした。別の話になって脱線してしまってるんですけど、ちょっとご了承いただけたらと思います。はい、ということで今週の SAD でした。ご視聴ありがとうございました。